なんか帰り、どう、ほんと、もうなんか、オスの時の、はい、僕と中岡の車の中の、うん、ただ、間を埋めるためだけの、あの、謎会話を、中岡くんが録音してくれてたんで。はい、何年ぶりのオータムフェスタ？ 3 年ぶり。それずっとコロナ。何分あるそう、コロナで、3年間中止。5分ぐらいあるかな。で、今年だらだら見ようか。久しぶりの開催ということで。だからあんな混んでんだ。それもあると思う。あと、祭りらしい祭りが最近ないから、久しぶりっていうのもあるよね。そうだわ。今年、ミュウヘン市もやんの、また。あ12月知らないミュンヘン市俺雪祭りは雪祭り今年あるんだよ あんの、うん、雪祭りも2年ぶり何年ぶりだかでオンラインじゃなくてってことでしょそう完全に大雪像も4基作ってとか今年オンラインだもんね去年オンライン雪祭りだったはずよそうそう入れなかっただから会場での開催は久しぶりってニュースでやってたまた自衛隊の人が大雪像作るってなんで聞いてないんだあんまりそうじゃないあと有名な建物1個と、うん、去年なんだっけ FF 進撃去年やってないでしょあ一昨年だっけ一昨年はなんだっけ FF 進撃こいつ FF と進撃しか今言ってないから今年一番流行ってなんだ鬼滅の刃ではないよね鬼滅はもう古いねねえ今で言ったら呪術廻戦とかああスパイファミリーかなあスパイファミリー来るねどうだ何なのアーニャの大雪像とか来るわ、うん、ゲームはありだからなスマブラとかないかね一応今年のベストオブザイヤーゲームはエルデンリングらしいから、はい、それはでもエルデンリングは雪像にはできないエルデンリングどう分かるかな分かんないと思うなモンハンとかありそうだねあのハッタリあるじゃんうんありえる。リュー出して。ライズ3ブレイク。うん。モンハン、モンハンじゃないか。モンハンありますね。絶対巨大雪像で貼ってる。ありありえる。モンハン中ありえる。すごいから。あ、モンハン。あと、モンハンだったら、プロジェクションマッピングで、さらに綺麗にもできるから。二条市場なんか買ってくあんまいらんわ。もう入らんわ。あ、そうだな。いつもここ来た時何やってんのでも、たぬき工事見て、とかえ、たぬき工事あ、二条市場は二条市場あんまり来ないもうなんかお土産観光客そうとかねまさかまああと海鮮丼奥の方にある店いい店あるから海鮮丼食べるくらいかなあるんだあるあのマグロの中落ち丼がめっちゃうまいへえマグロの中落ち丼肋骨の部分の身を削いで出してくれる店があって行ったことないんだけど中落ちは赤身と違ってなんかある、中トロみたいな感じふわっとした人中身の大会は今すごい放送中で眠くなってきた中落ちの最高どうでもいい中岡丼ではないあのさミュートしてオータムフェスタでさ、はい、唯一見なかったのが餃子だわ餃子は見なかったシューマイはあったけどうん、あシューマイだよねあれシューマイのそうだラムシューマイだ餃子があの僕さ、うん、これ完全興味ないよね喋っててそう なんか感情感じないんだけど僕の喋りから なんか言ってるけどなんか脳を返してない喋り方してるんだけど、まあ、運転しながらっていうのもあるあまあまあそうだな、うん、ああ絶対残ってかな記憶に残ってないもんこの会話をしたあれ奥の方に行ってあったかもしれないねあ、肉コーナーとかにあるかも。餃子肉のくくりか。中肉だから。そっか。肉フェスタ。いや、肉フェスタは聞いてないのから、4丁目から始まったら。どうすりゃいいんだ。だ4丁目と5丁目で食べさせすぎよ。うん、だ5丁目にラーメン控えてたらもうおしまいじゃん。食っちゃったらね、終わりだ。ご飯物が結構多くて。それご飯物って、うん1個食べたらメインだからそうね、うんうん、どう配分するのが一番いいんだろうないつもやっぱそういうメインディッシュみたいなのは覗いてんのねね一応一通り目処をつけてこことこことここのコーナーを行くっていうのを決めつつ、うん、で飛ばしすぎないよっぽど食べたいやつ以外は我慢する1時間とか2時間とかいるわけのんびりいるわけ、3時間ぐらいいる3時間も何してんだよあれ、北見だっけうん、北見と旭川でしょそう
もう似たような祭りやってんの？旭川にある駅前の買い物公園っていうのがでっかいのがあって、たぬき工事みたいな、はい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 、そこで食の祭典みたいな、本当オータムフェストみたいな、へえ、年に1回あって夏、夏秋口かな、だから今ぐらいかもうちょっと前かぐらいで、なんかないの？俺もよく分かってない。もうそれこそ富良野行くとか、もう旭川じゃないんだよ。3年いて見どころ富良野なんだよ、旭川の見どころない。旭川市内って意外に何もないんだよ。何もないの。そう、食べ物で一番うまいのは何？ラーメン、塩、味噌かなそれも札幌でいいじゃんアスベツ行ったことある？アスベツあるよ。ガタタンラーメン食った？食べてない。あ、食ってないの？話だけ。 あんかけをかけたラーメンね。足別行ってコンビニかな。やべえなそれ足別では食わんわ。足別で食わんかい。うん、それなら滝川まで行ってジンギスカンポークチャップ食ったり。ポークチャップ、うん、富良野は何食う？カレーか。富良野はそうカレー、カレーライスのメロンのピクルスを食べる。ああ、まあまあわかるよ、うまい。あそこカレーメッカだよね。そう、めっちゃ店あるから。ラベンダーソフトとかな。あー、いいね。ラベンダーソフトクリーム、な、紫色の。そうそう、香りだけついてるやつ。味何も変わんない。そう、思い出語ってるだけだもんね。北見は北見で行くとこ何もねえんだよ。いや、狐触れるでしょ確か。それもね、北見市内から1時間走らないといけないから。あれ北見っていうか微妙、オンネユの方向になるからね。そう、こ、僕話つまんな北見はどんな感じなの？全部質問で考えなくてもいいやつだ全部。そう、相手から引き出して、おー、うん、うーん、そうなんだ、うん、確かに、はい、相づちくん令和最新版相づちくん、ほん、なるほどなるほどね、あ、うん、そうなんだ、へえ。まあこんなもんか。まあまあそうでしょう。オフの男2人の車の中ってこんな感じか。それだけで過ごせるのが一番いい関係だよ確かに中岡いつも通りよね。いや、声こいついつも通りで、いつもテンションこんな感じなんだよ。あ、まあまあまあ確かに変わんないよね、はい。こんな感じだわこら需要ねえわ。なんドライブ配信みたいなまあでも今度あれか、うん、なんだっけ、4人でバーベキュー行くじゃん。おい、その時の帰りとかにまた撮ってみるか。いいね4人行きと帰りに、はい、食ったらね、おっさん4人のダラダラトーク。4人の会話どうなるべな。大久保さんあたりはこう気使って一生懸命喋ろうとするかも。いや、どうだろうね、あの人か、なんか趣味の筋トレとかの話をずっと一人でするか。俺らがついていけないやつついていけないやつ、周りはね、うん、へー、ほー、なるほどね、あー、うん、そうなんだ、少しね、うん、まあ、声だけにするか、なんか、うん、危ないそうだったら。そうね、そうね、うん、まあ、今回なんか二条市場ぐらいしか目立った建物はなかった感じがするけど、さっと通って、あ、これはっていうのはなかなかなかったんじゃないか。あの二条市場、僕地元にいる割にはまあ一回も行ったことないからね。そうだな、俺も言って数えるくらいしか。あ、もう観光客目当てのお店ばっかりになってるから、うん、なかなかいかんなあの今のドライブから僕ん家特定できたらもうプロだわまあでも平岸のあたりまで行ってたからそこまでは観念するけど。あ、危ないか。まあでもバレるでしょ、さすがに。ということで、特定されなかったらまた来週この時間にお会いしましょう。はい、お相手は坂本龍馬と中岡慎太郎、この両目差し上げん、バイ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 。